今回はまあ、アルバムタイトルと、同タイトルでツアーを回るんですけども、単純アルバムの内容としても、ペタル&ソーンっていう、なんかこう、トゲと、なんか花びらっていう、その二面性っていうものを表現したアルバムになるので、それをこう、一番コンセプトとして掲げて体現するステージになるのかなっていうのが、今回のライブになります。です。はい。二面性とか、こう、いろいろね、コンセプトあるんですけども、結構コンセプチュアルな感じで、アルバムとか、もう全部書き下ろしで新曲でってなってるんで、非常に見応えのある、聞き応えのあるライブになってると思うんですけども、結構新曲が盛りだくさんのライブになるのかなって僕たちも思ってるんですけども、もちろん、僕たちの、もう昔からずっと大切にしてる曲もやるし、新曲だからこう聞き馴染みのね、まだない曲もたくさんあるかもしれないんですけども、でもそれでもこう安心してほしいなっていう部分がたくさんあって、めちゃくちゃ驚くよ。演出とかもめちゃくちゃいろいろふんだんに盛り込んでるので、全く三代目のポーズ知らなくても、曲全く聞いたことない方でも見に来て、なんかそのエンターテイメントって音楽ってダンスって歌ってすごいなって感じてもらえるライブになってるので、なんかちょっとでもこう興味のある方、これからなんか音楽とかちょっとライブとか見に行きたいなっていう方は、なんか三代目のライブ来たら多分すごく感動してもらえるっていうのは僕たちもすごく自信がありますし、毎年毎年こう14年間ずっとね、ライブ作り続けて今まで積み上げてきた実績もあるので、まあ今回のライブ本当に毎年ね、こう超えていくって言ってるんですけど、まあまた超えれたなっていう感じは手応えがあるので、ぜひ楽しみにしてください。結構ありますね。ネタバレになっちゃうから、こう使う言葉だったりワードっていうのはなかなか難しいんですけど、今回入った瞬間に、えぇみたいな。ね。そう来たみたいな。それは何、ステージを見てってこと？ステージ、ステージ、うん。結構びっくりする、ね。うん。確かに。まあ、例えば、まあ、よく言われてるセンターステージ、エンドステージとか、いろいろあるじゃないですか。うん、まあ、吊り下げのスピーカーの位置とか、あと LED とか、なんか、あ、ここでこうやってメンバー出んのかなとか、こう、乗り物のフロートがあったりとか、いろいろあるじゃないですか。こう、今回はちょっとこう、ライブ始まる前からワクワクのボルテージが、まず一回バチって上がるなっていう感じのステージなので、まあ、ヒントとして、今回、なんだろうな、皆さんもちろん一律の金額で、どの席になるかわからないかもしれないですけども、スタンドの、例えばもう最上階の一番端っこの方でも、このステージは多分しっかり思いが届くし、今までと見たことない視覚でこう楽しめるんじゃないかなって自信があります。はい、うん。3代目では、まあ、本当に初めての形状のステージになるのかなっていう感じもありますし、うん、なんかできればね、本当にこう全席、なるべくこう楽しんでもらえるっていうことを割とライブ作る過程から考えていたので、3代目として初めて使う機構だったりとか演出だったりとかもすごく今回のライブはあるので、曲ができてライブどうしていこうかってこう話していろいろやっていくうちに、いろんな角度から見て楽しんでもらえるライブがいいんじゃないかとかっていういろんなアイデアをこうみんなで出し合っていった時に、今回のツアーのあのステージがこういう形になったのかなっていうのがあるので、自分たちにとっても新しいこうステージ形状での楽しみ方がそこであるのかななんていうのは思いながら、全体を巻き込んで楽しめるライブになるんじゃないかなっていう感じが、いい意味で変化していった部分かなというふうに思います。そうですね。まあ、今回はアルバムのその曲とか仮歌さんが歌ったやつ聞いたりとかしたんですけど、そこからまたそのボーカル2人の声が入って違う曲に聞こえるぐらい、もうなんかこう自分の中ですごくインパクトがあって、あ、この曲マジでステージの上で踊りたいなっていう曲に変わった瞬間とか結構あったんですよ。で、それをまた新しく振り付けして踊れるっていうのがすごく楽しみだし、ステージの上で振りを落として踊るっていうだけじゃなくて、今回やっぱりそのいろんなその形で見せたいっていうものがあったので、ちょっとこう立体でダンスをするというか、まあ、ちょっとこうヒントになっちゃうかもしれないですけど、見せ方の表現の幅が広がるステージになってると思うので、そこはぜひ見ていただきたいなと
ただリハめっちゃ大変です振りシンプルに10曲新曲だから、うん、もう、ね、結構な数新しいコレオグラフが入ってるんでしょ、うん、あのね40手前にして無理だよ。いや記憶力がどんどん。って思うでしょ、うん、そんなことないんです。パワーアップしてますみんな。いやでも本当に振りは、いやぶっちゃけめっちゃ大変です。覚えるのも、ダンスの量とかもやっぱシンプル増えるし。でもやっぱりこんだけ新曲でたくさん、振り覚えて、なんかこう、リハやってると、なんかデビューした時、すごい思い出して、なんかデビューした時って、どん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 曲出して、新しい振り落として、みんなで振り付けしてとかあったんで、なんかその時の感覚みたいなのすごく思い出したので、なんか 今リハやってて、すごくメンバーと その空気感みたいなのもすごくいいし、この間、それこそ7人でご飯行ったんですけど、まあ、曲のことだったり、3代目の、まあライブの見せ方とか、まあそういうのももう一回こう原点に帰っていろいろ話した時に、ここ結構今までずっとね、年数重ねてきて忘れてた部分だから、もう一回ちょっと思い出してやってみようかっていうこともあったし、なんかすごくいい時間だったんですよね、メンバーと飯食べたのが。で、それが今回もう一回こう全員7人が一枚岩となって、こうカチッとこうスイッチが入った瞬間だったので、それをやった後のライブなんで、またちょっとパワーアップした感じに見せれるんじゃないかなと思ってて、さらにどん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 良くなっていくんじゃないかなって今思ってますね。うん。まあアルバムを引き下げたのと重なるので、うん、ツアータイトルと今年の作品とかのテーマでしてきたベタル&ソーンとかっていう、うん、そのワードが今回のこのツアーっていうかライブのステージで集大成を見せるライブになるので、自分たちのパフォーマンスもそうなんだけど、演出とのね、うん、絡み方とかが、ね、多分今回はすごい仕掛けをいろいろ考えてて、うん、なんかやっぱドームツアーっていうならではの、なんかこう規模感と、このアルバムもそうですし、ライブのこうコンセプチュアルな部分もすごく強いので、なんかナオさんが伝説のライブだっつって JSB ランドのことをなんかこう、言ってた、じゃあそれ、今回のライブ何ですかって振られて、なんか神話ですみたいなこと言ってたけど言ってたけど、いや、あながち嘘でもね、みたいな僕は外れてないよね、うん、また違うスタイルのこうコンセプトを持ってのライブになるので、なんか自分たちのパフォーマンス力もそうなんですけど、多分ファンの皆さんがこうあれ聞きたいこれ聞きたいっていう僕らの曲ももちろん披露できると思うし、プラスそこに今回のこうステージエンタメを全体を使った演出との映像とのリンクだったりとかのすごくその仕掛けっていう部分をすごくこだわってるので、エンターテインメントショーとしてのクオリティをすごくね高いものを見せたいなと思ってるので、多分本当に2回3回って見ていただいて、もちろんその時にいろんな角度で席が違っても、その場所場所ですごく楽しんでもらえる角度だったり見え方だったりっていうものが多分表現できるライブになってるなと思うので、なんか自分たちも楽しみにしながらやりたいなっていう感じしますね、うん、なんかちょっとこう最近一緒に踊ってもらいすぎかなっていう振り多めに負担かけちゃってるなってっていうのがあったんで、いいですか、歌に専念して。あ、そう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 。いいですか、うん、しっかり歌い上げてもらって、僕らはしっかり踊って、うん、2人の声でね、やっぱりその歌詞とか音だったりとか取って踊って、ただ踊ってるんじゃなくて、僕たちも心の中でやっぱパフォーマー全員歌ってるし、なんかそこをこうダンスで表現してきたっていう強さがあるんで、しっかり動かれる。体調管理と。体調管理そうですね。7人の体調はしっかり整えながら、しっかり歌ってくれれば、本当に、これじゃないんですよ。言うことは、はい。まあ、本当に、怪我だけしないでもらえれば。本当だよ。そこだよ。本当に。新しい、振り付けも、新曲もある分、たくさんあると思うし、なんか今、こう、一緒に、なんだろうね、ライブを作ってくれてるコレオグラファーとか、の方たちもすごく新しい、ね、海外の方たちだったりとか、いろいろ起用させてもらって、ライブで見れるパフォーマンスも、
多分新しい感じがこう表現するのがパフォーマーの、うん、こう見せどこだったりもするのかなとも思うし、うん、新しいアルバムで新曲書き下ろしでやるライブって多分いつぶり6年半ぶりぐらい6年7年ぶりぐらいぐらいか、うん、そうだから久々にこんな一気に、何本も振り覚えるのって久々だから結構しびれるというか、うん、まあその分ねこう気合も入るしみんな相当燃えてるんで、あと結構今回のライブ動くよね、自分たちでね。めっちゃ動きます。はい、なので本当に会場、さっき言った会場全部使うっていうのが、割と自分たちの足を使って、うん、こう会場全体を、そうだね。こう巻き込んでいくっていう感じが多くなると思うんで、うん、その熱量がこう、うん、ダイレクトに会場にいる皆さんに伝わればいいなっていう気がしてですね。うん、はい。15年やってて、やっぱりそのメイトの皆さんにこう応援していただいて、もう本当に感謝しかないので、やっぱりライブパフォーマンスでこうメイトの皆さんに喜んでもらうっていうのも、僕たちのやっぱりこう使命というか、大切な部分をお伝えできたらなって思うんですけど、やっぱり僕たちこの15年間ずっとチャレンジをし続けて、で新しい今回曲とか楽曲も本当に結構トっぽい曲とかもめっちゃあるんですよ。 J-POP って言われる音楽ジャンルの曲もありながら、こうちょっとヒップホップ色の強い曲だったり、今までやったことないジャンルを引っ提げてやってるので結構驚かれるかなとかいう部分はあるかもしれないですけども、でもやっぱりこうそれを新しいチャレンジで3代目に変換してやることによって、まあ、3代目らしさみたいなすごく感じてもらえるので、なんかこれからもこう僕たちのこう新しいチャレンジとともに一緒についてきてくれたらなと思ってます。そうですね、もう15年目に突入ということで、一つのこう15周年でキリのいいなんかこう、うん、数字でもあったりするので、前回の10周年からまたこの15年目、15周年目っていうのはすごくなんかこう節目のような感じもするので、また来年は15周年イヤーっていうので、15周年にこうふさわしいことも用意できるのかななんていうのは今の段階では思ったりはしてるんですけど、まあ、それに向けてのこうきっかけとなるようなツアーにもなっているので、まあ、今回のこのまた15年目に入っていく中でも変わらずチャレンジしているこのスタイルっていうものを、ね、ぜひ会場でご覧になっていただけたらなと思うし、自分たちにもこれからも期待していただけたらなというふうに思います。